ダロスの猟犬。螺旋状の塔が並んだトシティンダロスに住んでいる不死生物です。鋭角を起点にあらゆる場所から出現し、獲物を狩ります。周りを曲線のみにすることで、一時的に回避が可能です。ムーンビースト。短いピンク色の触覚群が鼻から突き出ている、ヒキガエルのようなクリーチャーです。性格はとても残虐で、人間に拷問を加えて楽しみます。槍の扱いが得意で、楽しげに人間に槍を突き刺します。イゴーロナク。首のない裸の男性を模した写真。その名を口にする、または、本や写真などで認識することによって出現します。司祭になるよう要求し、断った場合は両手の口で対象を食い殺します。ダオロス。2本のろうそくに頭蓋骨、五芒星型の構造物を用意します。特定の時刻に呪文を唱えることで召喚が可能です。五芒星の構造物がダオロスを閉じ込め、時間や次元を跳躍する知識が得られます。クトゥルフ。3億年前に飛来した宇宙生物。現在は海底に沈んだ都市ルルイエに封印されています。ルルイエが少しでも浮上した場合、クトゥルフの意志が漏れて、人類は自殺したくなるほどの悪夢に襲われ続けます。不可欺者。インスマスとも呼ばれる半人半魚の水生生物です。マサチューセッツ州、タヒチ、日本ではインスマス町などに生息しています。他種族との交配を好み、人間の女性を連れ去っては子供を作ります。寿命が存在せず、数を増やしながら、クトゥルフ復活のために日々活動しています。タゴン。不可欺者たちの長老であり統率者。不可欺者が長い年月をかけて成長することでタゴンとなります。地上には滅多に姿を現さず、海底都市、ルルイエでクトゥルフ復活を待ち望んでいます。アザトース。宇宙の原初であり、万物の王。形のない神王の虚空にて万神たちに囲まれながらまどろみの中にいます。この世界はアザトースの見ている夢とされ、眠りから目覚めた時、この世界は一瞬で消滅します。イドーラ。約27億年前に地球に飛来した邪神。食べたものの特性を引き継ぐ能力を持ち、環境に順応してきました。現在は世界各地に散らばり、イドーラ崇拝の教祖として活動しています。アルワッサ。4つの触手が足の代わりに生えていて、開きっぱなしの口がある邪神。2000年ほど前、ヨーロッパの城で漂っている姿が目撃されています。人間の耳で感知ができない叫びを上げ、声を聞いてしまった人間は発狂してしまいます。アルワッサを守ることを第一に考えるようになり、防ぐためには声が聞こえない場所まで離れるしかありません。灼海からの昆虫。鳩ほどの大きさの虫です。宇宙の最果てにある星灼海から飛来。人間の脳に入り込み寄生します。夜になると強烈な幻覚や記憶を植え付け続けて、異常行動を誘発させます。現実と幻覚の狭間で苦悩や発狂を仕掛ける姿を見て、悦に浸るのが彼らの生きがいです。ザイクロトルからの怪物。体長は約5メートル、丸い筒の枝が生えていて、頂点に口があります。普段は惑星ザイクロトルにいます。灼海からの昆虫によって乱獲されており、奴隷として一緒に地球に飛来しています。対象へ忍び寄ることを得意としていて、頂点の口で対象を貪り食らいます。クトーニアン。目のないイカのような生物。アフリカの都市に封じられていましたが、地中から脱出。現在は世界各地で出没します。高温の溶解液を吐き、地中を進んで暮らしています。水に弱く、水に浸せば大抵死にます。シュド、メル。全長 2km、灰色の芋虫のような巨大生物です。地中に潜むクトーニアンたちを統率しています。口から酸を吐き、地中を進みます。巨大すぎるがゆえに、移動時に大きな地震が発生します。ガタノトア。象のような長い鼻、タコの目を持つ不定形の邪神。姿を目にした人間は意識を保ったまま石化し、永遠に身動きできずに生きることになります。ムー大陸に生息し、人々はガタノトアが生贄を求めて動き回らないよう大量の人間を捧げていました。ムー大陸が沈んだ現在は消息不明です。暗き者。ナイアブラトホテプが変貌した化身の一つ。豚の鼻、緑の目などの特徴を持ちますが、見る人によって変容します。夢を通じて信者になるように、交渉をしてきます。承諾した場合、宇宙の秘密などの様々な知識を授けてくれるようになります。しかし、徐々に眠りの時間が増えていき、最後には暗き者と一体化してしまいます。暗き者は肉体を得ることが目的でした。嘆きの聖母たち。
邪神ナイアルラトホテプが産み落とした3体の聖母。それぞれ自身が失っている機会を奪うことができ、涙の聖母は耳が聞こえない代わりに対象の聴覚を、嘆きの聖母は声が出せない代わりに対象の声を、闇の聖母は目が見えない代わりに対象の視覚を奪います。100万の恵まれたるもの。邪神ナイアルラトホテプが生み出した生物たちの総称です。嘆きの聖母たちもこれに当てはまります。作り方も様々で、人間を妊娠させた胎児や母体が変容したり、気に入った人間を変容させたり、自身の化身の一つを作り変えたりなどが挙げられます。夢のクリスタライザー。直径30センチの黄色い卵型の物体。中から定期的に笛の音がします。所持したまま眠ることで夢の中に持ち込むことができます。夢の中の意識や物を別の次元、例えば現実に移動させることが可能です。夢のクリスタライザーの守護者。黄色い目を持つ浮遊するクラゲです。夢のクリスタライザーが乱用、あるいは不正に持ち去られた時、取り戻すために現れます。クリスタライザーが発する笛の音を頼りに現実に現れ、対象ともども夢と現実の狭間へと引きずり込みます。